なんか席順変わってるやん。お、確かに確かに。俺ら変わってないから。バレンタインの時で、はい、その俺がなんかリヒロムの関係を突っ込んだことによって、これをなんかスタッフさんの嫌がらせなんですよ。なるほどね。リヒロム西みたいな。はいはい。だからなんかさっきボソって聞いて、なんか三角関係っぽいんで。なんか。でもヒロトもヒロム君も俺にくれたもんね。リットがモテモテってことだ。リットが本来なら真ん中ってことか。ああ、そういうことだ。いや、あれやろ、だからそこ手つないでるように見せかけて後ろで西君とリットが手つないでる。やだー。実はね、あるある実後ろから見たらバチバチ。いや、もう今日はね、俺もヒロム君、ヒロム君、ヒロムなんかリットの方がヒロム君、ヒロム君じゃあ僕がすぐには叶えられないけどいつか叶えてほしいお願いはこちらです。はい、日帰りでも。おー、いいね。あれが誰になるかな。うわー、念力がすごい。うわー、はい、わー、すごい。あー、みんな見てあかんよ。リシふくふく焼肉行って旅行行って俺の休み全部それで行ってる。ちなみにどこ行くとか。どこだろうね。鹿児島じゃなくても全然いい。大丈夫ね。どこ行ってます。いや、でも俺結構アクティブなことが好きだから旅行行ったりとか。俺あれしたい。俺森で、あのジャングル。あー、あるやん。ターガンのスイチックみたいな。そう、はいはいはい、山登り系とかもね。山登り系、なんかもうタラ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 喋りながら自然をこう味わって。 Vlog 回してみたいな。 Vlog いいね。やっていい。いいかも。川下りとか。川下りいいね。川下りね。あ、そっち。あんな激しいやつ。あれマジ死ぬからね。あれ落ちたことあるけどマジ死ぬからね。落ちたことあるか。そういうなんかちょっと自然でアクティブなことしたいからね。やりたいっす。まあリヒトも来たかったら来てもいい。逆にいかん。プライベートで行けばいいのね。そういうこと。そういうことだ。